ホルドカンバー AW ゲーム。はい、どうも、スコルです。今回ですね、PC アップデート直前です。まず、広告が2つ出ましたんで、まあ、それ見ていこうと思います。1個目これね、まあ、シーズン30の服と車が分かってますね。はい。車、なんでしょうね。ジープっぽい感じもありつつ、まあ、ピックアップっぽい感じもありつつって感じの車が新しく出ています。で、あともう一つね、新しい、まあ、その、モードの方ですね、嵐の方で出るっていう風に言われていたモードが出てますね。なんとなく、UBR 感のある感じの画像ですが、まあ、一応出たっていう風になってますね。OK です。アップデート来まして、新しいこれシーズン始まってますね。まあ、早速見ていきましょうか。新しい銃、これ、ウージーが来たと見よう。一応、バトルパスの方、新しいね、ボーナスみたいな来てますね。はい、あ。イベントみたいなね、招待したらもらえますね。集結か、今回。あと、まあ、剣の方もらえるイベントと、年間シーズンイベントみたいなね、来てますね。まあ、説明ですね。これまだ中身上がってないんだ。銃。何になるかは。とりあえずこれ中身クリアできる風になってますね。こう、シーズンごとに1ミッションクリアすからね。はあ、まあ、俺こっちのやつ見てないんか。あ、そこ新しく始まったからってことね。テーマもらえるっていう、シーズン34のテーマがもらえるようになってますね。で、これ、あれか。体験のこれはね、スキンなんですね。オレンジ赤やけどなんかまるで金幕みたいに出てますね。はい、あ。銃は何？あ、デュアル TNP なんだ。なるほどね。デュアルは結構でかくない？色違いこれね。これ結構いいね、普通に。デュアルはここに入ってからね。色こんな感じ？あ、もう全然悪くない。拡張は、まあ普通に、いつも通りあるって感じか。まあまあまあ。まあまあまあって感じのあれやな。なるほどね。いいんじゃね、うん、バトルパスとしては結構いい。割と MP ぐらいいいんじゃないの、うん、V 的いいわね。まあ、使わしな、最近。使うというか、使わされてるというかね。そんな感じですけど。まあ割といいんじゃないかな。で、TNP 禁止系効果あるんかな。一覧にはねえな。これ一覧になくても効果できるときあるからね。後で追加されたりとか。ね。ほんと、JW って入っとったっけ？お、入っとったっけこれ、金。これ、いつから入った気のせいかな俺が気づいてなかっただけ？あー、交換ないね。金銃交換。一覧にないですね。で、他のスキンとか、どこに入ってるから、ダウンロードせんといけんのめんどくせえな。女性版がこんな感じ？普通に可愛い感じやね。お、外せて。帽子も別。あー、帽子と髪別にできないんだ。そこは若干。これ下のスキンこれ結構使えそうだね。ピッチリ系だから。ね。分割してピッチリ系作りたいときに、割とこの下の部位ってのは使えそうな感じ。もうどこはこんな感じ。ね。あー、男版の方がなんか、ビロビロが邪魔やね、この。ビロビロが。なかったらもっといいかな。もう悪くないね。で、バトルパスにもなんかありますね。これ解放のやつやろ多分。カエルが入ってる。まあ、いいんじゃね、うん、で、車は、何なんでしょうね。ジープかなやっぱ。あ、ジープだな、これ。あ、略奪者なんだ、これ。なるほどね。略奪者あったよな、前。ねえ、なるほどねって言ったけど。あったよね。自信なくなってきたの。あったよね、これ。昔このフォルムのやつ。あんま覚えてないけど。で、実際のバトルパスの方行きますかね。この踊りなんか見たことあるな。なんだ、これ。なんか見たことあるな、これ。で、解放特典だね。カエルは。他の特典とかは特に、違いはないかな。もう物資箱とかあるぐらいで。なんかいろいろ変わってるって感じでは、なさそうだよね。うん。一応刀とかもあるっていうね。近接は別に好きに、何でもいいからな。マジで。近接。どうでもいいからね、近接のスキンって。特に特典ないから。で、レベル100の特典に、まあ、デュアルが入ってるっていう。まあ、昔みたいに別にレベル150とか200の報酬があるわけじゃないですよっていう感じに、はい。昔あったんだけどね。レベル150達成したら懐かしいマジ。まあ、色違いで交換できるんで。まあ、あっちはこっちでもいいかなっていう感じですよね。で、ガチャの方に関しては、まあ、いつも通りかな、内容は。うん。特に間違いなくっていう具合になってますね。はい。普通に新しいスキンが入ってるっていう。で、副スキンは両方とも今回はガチャに入ってるみたいですね。うん。まあ、久々にこのスタイルですね。うん。別にその分ける必要なかったからね。あれややこしいし。無駄にややこしいんだよね。栄養ランク特典次は制服になってますね。これ制服のさ、豪華版。何台来るの？マジで。これ3台目だよな。3台目で合ってるよね。もう多くね？マジで。この車弱いし。な、制服ガチ弱いからな。さっきのこの、ね、シーズンミッションのテーマも一応見てみましょうか。テーマの位置変わってから未だにさ、慣れないんだよな。こんな感じね。昔あったイベントのマップみたいな感じのテーマですね。はい。で、あれ使ってみましょうか、一回。ね、デュアル、ね、だっけ。デュアルデザートイーグルか。ね。デュアルデザートイーグル長いからちょっと覚えてるんだよな、あんまり。まあ、デュアル拳銃って言いましょうか。射撃場に行って、早速試してみようかなと思います。いや、もうほんと、シャレットだけだよね。そこが早かったらやばいからね。
あ、銃もあるんだ。あ、一回その必殺使うか。どう変わったっけ、刀。え、強い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 。絶対強いじゃん、こんなの。いや、強い強い強い。しかもこれ走んなが使えるし。これ絶対これ強いだろう。おー、なんか、視点じゃ若干変わったな。タム攻撃がどんどんやってるわけで。操作がわからんから、攻撃が。あー、なるほどね。撃ってなかったら勝手に、タム攻撃になるんだ。あ、走ってたら、溜まるってわけね。なるほど。何もしなかったら溜まらんで、走ってたら、なるほど。そういう感じみたいですね。で、デュアルが、あ、まあ足速いね、安定して。アタッチメントとかはないっすね。うん、なし。うわぁ、これ強いぞ、俺。これ昔のあれだ。しかも、ああ、一発で、一応二発使うんだ。だから、リロードするまでは、7回打てるってことね。リロード何秒これ。1秒ね。打ち切った時は何秒あ、まあ1秒だな、ね。いやー、これ結構強いなー。これサブ枠では強いんじゃない ?15 で普通に。ね、強い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 。俺強いだろ。なあ。反動はほぼなしね。まあ、こんな感じ一応。何もリボイル戦があったら。若干まあ右上あるけど。誤差でしょ近距離やったら。いや、強いだろ。逃げるワンパンだったよね、今。時間差あったからさ、2回打ったけど。ワンパンだよね、これ。88やけん、これ多分。3ヘルもワンパンだよね。壊れてね。な。なんだったらこれはもう何もつけてなかったらワンパンっていう、一発で。壊れてないか。おー、びっくりした。3ヘルさん、現れてもらっていいですか全然来ないですけど。いや、違うんすよね、強。強くね来た来た。強くね壊れた猫普通に。で、一応今回のデザートイーグルの方に関しては、拳銃枠ではないですね。はい。拳銃扱いなんですけれど、拳銃枠ではないです。入れれません。外して入れようとしても無理ですね。拳銃枠なんで、まあ、なんだかんだデュアル TNP の総合互換になるか、まあ、頭満帆なんで、これでいいだろうと思って、極論こっち使う方が強いっていうのが、どっちかかなっていうふうに思いますね。極まって強いわけでは決してないですね。まあ、これは当てれるから強いですけどね。相手動いたら結構当てるの大変だと思うんで、まあ、好きな人は好きみたいな、そんな感じの装備に、なりそうな気がしますね。はい。背負ってる時の強い場所なんですけれど、見えるかなこれ。足につけてますね。はい。特殊な背負い位置になってるっていう。もうこれ専用の特典みたいなのも今後ね、出そうな感じしますね、思うね。なんだそれ。まあ、そんな感じになってると。で、あと、強くなった AK の方ですね。もうこれもちょっと見ていこうかなというふうに思います。まあ、AK 系のアタッチメント付けれるやつが強くなってましたよね。はい。あ、間違えた。AK のバネ。若干見た目変わってるね。もう変えるって書いてたもんね。とりあえずこれと AKα でも持ちますか。まずこの外した状態で腰打ちで打ちますけれど。こんな感じでね、いつものレートっていう風になってましたよね。これが、結構なんか、心なしか結構早いね。強いんじゃないこれ結構。ね。割となんか、でかい違いがありそうな感じの、あれですね。腰打ちも早くないのは非常にいいのかなというふうに思います。あと AKα の方ね。こっちもまあ、つけてないと、まあ、こんな感じのね、いつものクソみたいなあれなんですけれど、つけると、腰打ちで曲がるっていう。これいいっすね。結構いいんじゃないですか。ね。そこ早くなるのは。腰打ちでも早くなったらいいと思います。あとは、AK14 ですね。AK14 俺個人的に結構好きなんだよな。まあ、つけてないと、こんな感じ。まあ、ほんと近距離専用武器みたいな、あれなんですけれど、これが、あ、腰打ちでも早いの強いね。この武器もともと、頭にさ、ピッて当たったらめっちゃ強かったよね。こうやって、すぐ倒せるじゃないですか。これ俺強いなって思ってたんで、個人的には結構好きだな。まあ、ばらき方が結構クソなんですけれど、はい。とりあえず頭だけ狙って、ね、戦ってれば、まあ体に当たってもダメージでかいんで、強い武器かな。まあ好き好きあると思いますが、一応腰打ちでも曲がるようになったってのはいいのかなというふうに思います。あと車だったら、
ジープ乗っとったら回復ね、使えるようになってましたんで、でも若干検証していこうかなというふうに思います。40キロ無理。ああ、40キロ切ると、使えるね。うん。こうやって行ってから、ウィーって出して、連打しとったら40キロ切るぐらいで、うざい今のは、もう一回しよう。ウィーって行ってから、これ40キロ切るぐらいで、使えるようになると。あ、いや、もうちょっと低いか。OK, じゃあ、最後ちょっと嵐の方で新しいモードがあるっていう風になってましたんで、そっちをちょっと行ってみようかなという風に思います。なんかその、近接ができるみたいな、コトーナーの最初の初動の検討所みたいな感じなのかなと思うんですが、行ってみましょう。これね。古代の、これマジでさ、アンリミテッドブレードワークスみたいな感じじゃん。アンリミテッドブレードワークスか、あ、これ言えないやつですね、もう一個。ごめん、危なかった今。めっちゃ今言いそうになった。マップに映ってるんかな？あ、映ってるんだ。行こう。この辺とか行ったらいけるでしょ。どこにある？なんか見えないけど。ああ、ここか。あ、これで、拾いながらできるんだ。なるほどね。氷爆弾とかもあるね。なるほど。あ、ワープできるんだ、ここから。ワープしたらどうなるの？あ、ワープしたら、ガチ孤島になるじゃん。おー、来たって。新たな安全地帯が確定しました。ほいー。でもこれさ、回復ないからこれ、一人対して倒したらもう終わりなんだよね。ほら、なるよね、そういう風に。あ、これででもあれなんだ。いけるんだ。あ、ワンパンなんだ。強っ。強くね？ここはなんか違う武器持ってないわけ。あ、いけないんだ。俺、チャージ攻撃、圧倒的一強じゃん、これ。ワンパンだもん、だって、チャージ攻撃。体験、え、強すぎる。いや、最強じゃん。ワンパンだもん、だって、これ。体験チャージ攻撃最強だろ。ワンパンはやばくない？危ねえ、外したらダメだね。本当に今人だったら剣で強いから。いや、それ無理じゃない。めちゃくちゃ今リスガリされたんだけど。ねえ、それあり？無敵ないの、ここ。リスポンした時の。やばいでしょ。あ、これで武器出るって感じだね。え、これ武器出したらもう勝ちやん。ねえ。待って。あー、で、武器、あれなんだ。拾ってもあれなんだね。中では使えないんだ。持てないと。まあ、拡張とかも入ってるんで、まあ、割と美味しいです、みたいな感じで。マルテル取ったら、抜けていい感じだね。よく、マジで。ここでのさ、戦い、キルに反映されるんだったら、あ、でも関係ないか。まあ、キルたくさんこれ取って楽しみたいって人は、ここにずっと取ってもいいかもしれないですね。はい。下、なんか意味あるこれ。ここは。ここ、いる意味あるんですかここ、ね。どうやって出るこれ。この場所は何の意味がある？これ、展開志武道会って書いてあるね、これ。展開志武道会って書いてるよね。なんか、外に出れる。あ、一応マップとして存在するんだ、これ。嵐の中に。あ、なるほどね。そういうことなんだ。展開志武道会って書いてあるね。動いてるよね。ダメじゃない？あ、なんかしかも死んだし、今、もう割となんか、おもろいかな。こんな感じの場所なんで、いいのかなというふうに、まあ思います。はい。